はい、NHK をぶっ壊すということで、2023年8月31日16時53分であります。今日は私が原告でテレビ朝日が被告の裁判の第1審の判決が出ましたということで、残念ながらね、請求棄却ということなんですが、ちょっとまあいつもの村岡哲也弁護士の方に解説をしていただきたいと思います。はい、まあ、この裁判はですね、以前もご説明させてあげたんですけれども、立花さんが報道ステーションに出た際に、立花さんに与えられた1分の時間があって、で安全保障についてどういうことをこう考えられているのかということで立花さんが発言し始めたところですね、テレビ朝日から、事前にそのこういうことは言わないでくださいというような趣旨の文書をもらったと、そういう発言をし始めたところ、MC の大越キャスターが、立花さんその発言は認められませんと発言にかぶしてきて、約30秒ぐらいですかね、立花さんの発言がほとんど聞けないような状態になってしまって、見ている視聴者の方たちは立花さんが何を言いたかったのかよくわからなかったと。それによって、立花さん、あとは、NHK 党ですねの政治活動の自由が、テレビ局によって妨害されたということを争って、戦っている裁判です。で、残念ながら、裁判所はですね、まず立花さんの発言を妨害したのかどうか侵害したのかという点については、少なくとも何を言っているか完全に聞き取れなくなったわけじゃないと。だから侵害してないんだと、妨害したとは評価できないということをまず第一に言ってます。でまたですね、ちょっとまずそっちの方から行こうかな、まあ当日はだから僕はね、テーマはもともとこれね、ガーシーが立候補する予定の時期でありですね、綾野剛君はですね、飲酒、未成年の女の子にお酒を飲ませて飲酒したというようなところについてインターネット上では大問題になっているにもかかわらずですね、テレビはそれを取り扱わず、また TBS が日曜日の9時というゴールデンタイムにですね、綾野剛君主演のドラマを放送する直前のところでの、こういう選挙前の特別番、特別番組で選挙前のニュース番組での事件というのが前提にあります。で、今ちょっと申し上げようとしたのが、であとですね、その立花さんが、そのした発言というのがテーマに沿わない、先ほど言った通り安全保障という争点に沿わない発言をしたんだと、だから、その妨害行為というか、そのテレビ朝日の制止行為というのはやってもよかったんだというような評価を、してます。なのでポイントは2つありまして、まずそもそも発言の妨害というまでは評価できないということと、立花さんの発言はテーマから逸脱したからしょうがないんだというようなことを裁判所は、認定して今回請求を棄却した。これが大きな2つの争点であったかなと思います。はい、ただこれ前提としてね、放送局っていうのは編集権とかというのがありますから、僕はこの裁判勝てないなというのはずっと最初から思っていました。ただ当時ね、村岡弁護士とあと福永弁護士の方からこれは訴えてみる価値があるんじゃないかということで、ああなるほどと思って、っていうのはそれで原告として訴えさせていただいたんですけども、僕は逆に報道側にいましたので、編集権の自由とかっていうのは概ねやっぱりすごく保護されないとむしろいけないと。でそれゆえに僕に与えられた1分についてはテレビ朝日はそこに音声をかぶせることなくですね、自由に発言をさせるべきだとは強くは思っていますが、だからといってそれで、裁判でお金をねテレビ朝日払いみたいな形にはならないなとは思ってたんですね。でそれに対して裁判所がどのような理屈をつけてくるのかなというのをすごく見ていたんですけど、結論は分かってたんですけど、理屈は今これから村田先生が説明していただけるところになるのかなと。はい、裁判って結局のところ、例えばお金を貸しましたとかっていうのはかなり事実関係はっきりしてるので、これって証拠によって
例えば何月何日誰さんと誰さんがお金を貸す合意をして、お金が交付しましたとか、こういう客観的事実が明らかな裁判っていうのは比較的簡単なんですよ、我々の弁護士の業界からしても。しかしですね、こういう不法行為とかっていうことになってくると、結局不法行為って何かっていうと、他人の権利を違法に侵害したっていうことが要件になっていくので、そうすると侵害したのかどうか、それが違法性があるのかというのは、どうしても事実の評価になってくるんですね。で、今回もまさにその立花さんに対する妨害行為が、果たしてそれが侵害したと言えるのかどうか、そのもちろん客観的事実としては青越安田がその間に割って入って、それを発言にかぶせてきたというのは事実として明らかなんですけれども、じゃあそれが侵害したと言えるのか、これはもう全くにもって評価のことになってくるんですね。で、それで裁判官っていうのも、確かにその国家権力を持って判決を書く権限が与えられているんですけれども、結局この評価という問題については、裁判官も一人の国民であり人なんですね。だからその評価については、まあ今回合議体って裁判官3名いましたけれども、その3名が評価した事実だということを皆さんよく理解してほしいんですよね。なので、じゃあこれが他の裁判官3名が、果たしてその100人なり 何百人いる中で、みんなが全ての裁判官が全く同じ評価するのかというと、それは絶対にそうだとは言えないです。まあ、だからこそ我々はこうやって日本では三審制って言って、一審の判断に不服であった、だから控訴することができる、でまたそれに対しても上告ができるという、そういうためにそういう上告制度とか上訴制度っていうのはあるんですけれども、で今回ですね、ちょっとその今日の判決を読んだ際に、ちょっと我々の方で不服だなと思っていることがありまして、結局この侵害したっていう基礎的な事実を当事者、例えばこれ侵害したことに対してプラスの影響を与える事実を、例えば積極事実と言います。で、侵害してないよと、否定すること、消極的、その侵害したってことに対して消極的な事実を、消極事実と言います。でですね、今回のこの判決を見たときに、侵害してないよっていうのを裁判所はとてもこうよく事実を挙げてきたなと思うんですね。で、特に私たちが、原告がそんなこと言ってもいないよっていうことも、積極的に証拠からこう認めてきた事実もちょっとありました。なので、この侵害してないよっていうことに対して、裁判所がかなり積極的にこう事実を挙げつられて、この侵害されてないんだということを言ってきたという印象を判決から受けました。で、またですね、例えば立花さんが、その出演する前に綾野剛さんと、その綾野剛さんの話はその前もってツイッターで話すっていうことは言ってたんだけれども、ずっとそのテレビ朝日のプロデューサーと悶着してて、で最終的に出演直前にやっぱり分かりましたと、私は綾野剛さんの発言はしませんっていうやり取りはしたんですよ。そうですね、はい、でそれについて、プロデューサーとか、うん、テレビ朝日側も立花さんの供述については特に争いませんっていうことを確認されてたにもかかわらず、そういう下りの事実は全く認定されてなかった。だからこれを、認めていくプラスの事実の、その事実を認定してくれてないんですよね。抜いちゃってるんですよ、こういうの。でそれで、侵害したと評価できるようなその積極的な事実は比較的少なく、でまたこの否定するような事実は結構厚く、だから侵害されてないんだというような形で評価されてる。まあ、これ弁護士で、やってる、弁護士で仕事してる人はこの理屈って全員分かってることなんですけれども、結局、例えばですね、マスメディアを勝たせたいと思っている裁判官たちはどう工夫して、そうやってテレビ局とか NHK とか、そういう権力を持ってる人間たちを勝たせるのか、そのテクニックがこういうやり方なんですよ。だまさに今回のこの判決では、こういうテクニックを使って、いやいや侵害されてませんよと、判決を書かれた印象が非常にあるかなと思います。まあね、ただここまでは分かってるんですよ。
分かってたんじゃなくて分かってるんですよ。全部戦略なんですよ。こういう判決を変えてくることも僕は十分に分かっていたので、だからこれ次のその党首討論ね、これやっぱり僕が出なきゃいけないってすごい思ってるんですよ。だから今僕のツイッターにはね、次期党首選挙に立候補予定と書いてるのも、これじゃあ次はいつになるか分かりません。少なくともカルチャーオンさんになったとしても、2年後の3月8日にはオンさんの任期が切れるので、まあ、っていうのはこれね、本当に1年前に僕テレビ朝日で言ってたんでね。で、皆さんはあれから1年2ヶ月経ちました。すぐに気づいた人がいます。それはABEX の松浦雅人さんですね。ABEX の松浦会長はすぐに、この立花さんという人はすごいな、テレビ局であること言う人なんだ、もちろんこれぶっ壊されるよって、普通はこういうこと言ったら壊されてしまう、潰されてしまうんだけども、まあ現にその後が氏は今逮捕されてるんですけども、僕今こうやって言いますよね。で、こういう状態になるっていうことは分かった上で、でもこれを繰り返し繰り返し国政選挙の時にですね、やっていくことに意味があるわけですね。だから次の時は当然1分の時間があればですね、もうテーマとか関係なく言いますよ。もう止められようが、今回の裁判の判決はね、1分間喋られてるでしょと、途中で大越キャスターが途中入れてるけども、ちゃちゃ入れてるけども、ちゃんと喋れてるじゃん、ね、YouTube でこの後は YouTube でとか、ありがとうございましたっていうのがちゃんと聞こえてるから、立花さんの権利は侵害されてないっていうわけですよね。なるほどなと思ってそれはで、だからやっぱりあれね、1分間僕に一応喋らせたことが大事だっていうんですね、そうですね。逆に言うと次の1分はもうとことん喋ってるからなっていう話なんですよもうそれは自由にかぶされても発言するから、それは途中で切らないと。だから次のテレビ朝日の出演っていうのは、僕今回は1分で出ましたけども、怖かったんです実際ね。でもあれ本当は2分言おうと思って言ったんです。次の質問答えようとできたんで。でもう一つのポイントが、やっぱテーマからと直接関係のない発言って、こう裁判所が認定したんですよ。上記テーマに直接関係ない発言を始める、テーマに直接関係があるかっていうのは、それはまさに司法が判断していかんって、そうですね、国民あのね、テレビ局や裁判官がこんなと判断していかんって、これこそ司法のね、司法審査の対象外って言わなきゃ、だって何が国民のためなのかっていうのを政治家が考えてる非常に高度な話をね、たかだか裁判官、いわゆる司法の人間が、その立法府の考えてる人間、立法府やこれから行政に行こうとする人間の考えをそのまま否定するなんてありえないんですよ、テレビ局の人間が。主権は国民なんだから、1分間喋らせて、それが外交に影響があるというかプラスになると思えば国民は投票するし、そうじゃなければ投票しない、それが民主主義の根幹であってね、何がテーマと直接関係あるかどうかなんか、テレビ局のディレクターやテレビ局の局員や裁判所が判断するものじゃないんですよ。変なこと言ってれば、あいつ変なこと言ってるのは絶対こんな政党に入れないでおこうってなるわけですよ。でも僕が言った通り、テレビは国民を洗脳する装置です。テレビは核兵器に回さる武器です。テレビは真実を国民に伝えない、まさにジャニーズの問題ずっと放置してたでしょ。テレビ局が全く取り上げなかったでしょ。木原誠二の問題、今官房副長官の問題取り上げてないでしょ。そういうことを言われたら困るから、テレビ局が制止する。じゃあ裁判所はさ、どうかっていうと、なかなかね、裁判官もそれはね、人の子だから、今とりあえずちょっと立花さんの味方するのやばいかなぐらいのことしか書いてないです。でもそれはそれでいいです。もう全然そこは逆にこういう形でね、僕はテレビ朝日から追い出されたことに対して、これは適法だって裁判所は言ってるわけですよ、テレビ朝日のやったことはね。ということは次からまたこれ注目集まるじゃないですか。また立花さん言って、まあ、僕じゃなくても、仮に僕が代表にならなくても、次の衆議院選挙、参議院選挙の時にまた NHK から国民ワルトの代表何言うんだろう。前回テレビは核兵器、またの兵器だと立花は言ったけども、実際そうじゃないですかと。テレビは真実と隠していましたよね。ジャニーズの問題、ジャニーズでどれだけテレビ局、テレビ朝日設けてきたんですか。綾野剛の事件だって、結局もあれから綾野剛出てこないでしょ。ということは、
僕たち言ってることは正しいわけで、別に裁判で勝とうとかですよ、とうとうではなくて、こういう判決を書くんですよということを国民の皆さんに知っていただいた上で、次の選挙、これからの選挙、どこの党の候補者に投票するのかを決めていただきたいということで、非常に長い長いスパンがね、その前回の参議院選挙で票が欲しければ当たり障りのないことを言うんだって。でも今回の本当ね、次回読まなかったらそれはまずい的なことを書いてるんですよ。いわゆる国政政党としては、それはその代表者を呼ばなきゃいけないんで、それを呼ばないとかってなってくると、さすがに放送法の4条をね、やるだから例えば参政党の神谷君を呼んで、今だったら斎藤議員を呼ばないとかなってくると、それはもうちょっと違うじゃん、理由がないから分け隔てするね。でもそうじゃなくて、ちゃんと呼んでさえくれれば、もう呼んでくれたらこっちのもんよ、あとは暴れるだけ。もちろん誰かを、ね、その攻撃したらそんなんじゃなくて、本当にテレビは核兵器に勝る武器であり、国民を洗脳する装置だから、テレビを見るのやめましょう、テレビはだから聞こえてガーンとぶっ壊す、これが大事になってくるということを僕は言ってるだけのことなんでね、分かってくれる人がどんどん徐々に増えていってると思いますから、はい、まあ、代理人弁護士としては当然この裁判本気で勝つつもりでここまで訴訟活動をしてきました。でただですね、やっぱ細かいところで安易に裁判所を否定するのもそれも違うと思うんですよ。だから私はもう真摯にこの敗訴判決受け止めて、次勝てる方策であるとか、もっと言えばやっぱもっと戦略的に深く詰めていって、こういう裁判を進めていく、ただ単に主張するしないとかだけじゃなくて、もっと外枠からいろんな世論を作って戦っていくとか、もっともっとやれることはあるので、今後もっともっとそういうような活動とかですね、また自分たちも成長して、こういう裁判でも勝てるように、そのための一つ一つのステップだと思うんですね。高い壁なんで、 NHK にしてもテレビ朝日にしても、この国の闇なんで、既得権っていうのは、そういう人間たちに、組織に戦っていくためには、何度何度ぶつかっても、諦めないで、少しずつ少しずつ外枠を削っていく活動っていうのが大事だと思うので、まあこれについても真摯に自分のために受け止めて、成長の糧としつつ、まあ、さらに、まあ、当然これ控訴しますんで、うん、最終的には最高裁までやりますんで、そうですね、頑張ってやっていきたいな。この、ね、事件は久保田先生もね、一緒にやっていただいてますので、はい、代理人は福永弁護士と福永弁護士がやっていただいておりますので、まあ、この後ね、東京高等裁判所に控訴で、最終的には最高裁判所という流れになります。まあ、その最高裁の判決が出るまでに、また世の中も相当変わってきている可能性がありますので、諦めずにやっていこうと思ってます、はい、ということで今からゴルフに行ってきます。以上です。内田ゴルフに行きます。 NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。